死ぬ直前で止めるからそれだってどこまで人間が行くかっていうのは見れないよ。18日目、まあ、なんか昨日頭痛すぎて撮った動画を見てたら1月28日って言ったんですけど、今日が1月28日ですね。今日はちょっと朝がすごいゆっくりというかやることはあったんですけど、頭痛すぎて、で今から最初の採血でお世話になった住吉クリニックさんの方で、まあ、ちょっと軽くチェックしてもらおうかなと思います。今日も1日頑張っていきたいと思います。タタタタ、今日もここにお世話になりたいと思います。頭痛いのと、痒い、体中が痒い。多分そのほら、油だっていいやつを取るとか悪いやつを取るとかっていろいろあるじゃないですか、はい、あの辺で多分悪い油がオメガ6があってじゃないのオメガ6体に炎症を起こすから、だからこの時って確かあれだ、 CRP は小宮山さんの場合には陰性というかノーマルだったけど、はい、これが上がるんじゃないかなっていうふうに思ってるの、はい、この前ちらりと話したバックグラウンドで進行しているアレルギーのこの数値って白血球のね、はい、寸格っていうので分かるんだけど、はい、これもパーセンテージ上がるんじゃないかなって。昨日初日公開されたの、あ本当コメントで、今すぐやめた方がいいですよってあなたには死んでもらいたくないってすごい気遣いされた。死ぬ直前で止めるから、お医者さんに止められたらすぐ止めてくださいってやめてください。160の時からずっとスプライトとか炭酸ジュースやめたんですよ。あ、そうなの？それダメだよそれだってどこまで人間が行くかっていうのは見れないよ。そうで、だからこのままのペースでいったら俺2週間で終わっちゃうと思って。なるほど、ね、で1週間止めたんですよ、はいはいはい、でなんかマックでサラダとかも食べてみたんですよ、マックでサラダ、体にいいことやってんだ。サラダ食べたら190ぐらい止まった。 でもそれも分かるよね。だから繊維質を取ると血糖値が、ちょっと実験しながらやっぱマックの他のサラダでも分かんないよりはマシなんだなって、その通りその通り。で昨日からまたスプライト解禁したんですよ、夜ご飯からパティ倍にした。おお、今日から完食にマックのおやつ入れようかな、マックフルーリーとか、パイルパイみたいなやつをちょっと入れて、今週一気に、また来週来るかなと。もうやってみましょう。はい、これもう起きるだろうな、結局。朝起きれないっていうんですか、ずっとなんかもう、強めの風邪薬をずっと飲んでるような感じですかね、ずっともうぼーっとしてるっていうか。抑うつ傾向な。坂田さんもめちゃ具合悪い、さっきは生きてました。坂田さんもそれで野菜食べたりしてるの？いや、坂田さんはしてないと思います。はい、まあどうなのか楽しみっていうかいや前から歩いたは思ってたけれどもね、木曜日とかに来たらいいですかね。まあそうだね、そうしましょう。それでもう先生から今すぐやめた方がいいって言われるのを期待してる。いやーなかなか止めないよ俺はギリギリじゃなきゃ止めないよということだね。はい、ありがとうございます。今クリニック行ってきたんですけど、対決して血圧測った問診って感じだったんで、先生的には、まあ、動画見てもらった方だったんですけど、悪くなること自体は想定の範囲内で、まあ、あと実際採血の結果でどれぐらい悪くなっているかとか見ながらって感じですね。先生にはもっと攻めろと言われてしまうと思ったので、ね、攻めていきたいなと思います。また結果が分かったら動画にしていきたいなと思います。グランガーリックペッパーセットですか？はい、 LL セットプライト。今日は代々木店で YouTube の撮影をするので代々木店で食べます。今日もスプライトです。ドクターからまだ大丈夫って言われちゃって攻めたいと思います。バーガーはグランガーリックペッパー、これ美味しいんです。これ食べたことあります？パンがちょっと甘いっていうか、なんか柔らかい。代々木店のマック紙入れてくれてないし、あ入ってた。最近ちょっとイライラ、店員さんにちょっとこう切れちゃいます日本なのになんか片言の英語みたいな感じで聞き返されるんです。あってストレートとか、なんか英語喋れない外国人、日本人が外国で頑張って英語で注文するみたいな感じになっちゃって、なぜかそれにちょっともうイラったらまた山口さんに怒られる。サムネの写真あんなんでいいですか？大丈夫です。あれも結構限界、店内で撮るの限界ですね一人の声入れてて、エビフィレオの LL セットアイスティー。18日目の2食目です。で朝がクリニックで採血があって朝マック食べれなかったんで1食目で、今4時2食目感じです。で今日はエビフィレオにポテトで、まあ、高田さんとの福岡での動画で言いましたおやつを入れてこうということで、今は食べないんですけど6時ぐらい食べようかなと。ベルギーショコラ、いやーこれ食べたらやばいっすね。ちなみに今日もずっと頭痛いです。18日目5時半です。136、今日からおやつ入れたいと思います。大人のクリームパイ、エルギーショコラ。タムちゃんこれ食べたことある？
あれじゃないさそう。ベルギーショコラ。見た目がさ、三角チョコパイは食べたことあります。三角チョコパイはこれだね。なんかこう油がすごい。うまいの。チョコの詰まり具合。でも最高じゃないですか。やばい。大上がりそう。甘いですか。一口目は美味しかったけど、そっから甘くても口の中が痛いもんだ。甘いものを食べたらこれから上がるという怖さが、まあ、今日砂糖恐怖症なんで、それでやっぱずっと食べるからどんどんうつうつっぽくなってくる、ね、でも本当に食べ物なんですよ。精神やられます。ビデオフィッシュハッティバイエンジフライトです。18日目の夜ご飯です。7時43分です。今日はフィルフィッシュのパティバイポテトとスプライトの L サイズ頑張って食べます。2時に食べて、4時食べて、6時にベリーショコラアイ食べて、今7時40分なんで全然お腹が空いてないんですけど、ルールがあるので食べたいなと思います。なんとか食べ終わりましたけど、めっちゃ苦しいですね。